皆さんこんにちは。私茨城出身の赤プルです。おめえらいずまでもいずまでも調子に乗ってねえかな。ここ茨城県では農林水産物トップブランドを育成し、それをきっかけに茨城県産農林水産物の知名度向上を目指し取り組んでいます。その一つに選ばれたのが茨城県オリジナル梨恵水です。恵水をトップブランドにするために販売力強化や需要開拓に取り組んでいます。ということで恵水が開発された農業総合センター、こちら茨城県生物工学研究所にやってまいりました。早速お話伺いに行ってきます。茨城県で生まれた新品種恵水は豊かな甘みがあふれるみずみずしい大玉の秋梨です。その恵水の中でも約 1kg 糖度14度以上のものが幻の恵水として去年京橋千疋屋でなんと8640円の価格で販売されました。また京橋千疋屋アトレ恵比寿店では試食 PR やフルーツパーラーでの恵水パフェの提供を行い、恵水の美味しさ魅力を発信しました。それでは早速農業総合センター生物工学研究所の郷内さんにお話を伺っていきます。郷内さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは早速なんですけども、この恵水の特徴を教えてもらってもいいですか。はい、恵水は2016年から市場出荷が始まった梨で、茨城県のオリジナル品種です。で、母親が新雪という大きな梨と父親が筑水という美味しい梨を掛け合わせてできた品種です。両親の良いところを合わせ持って、糖度が高く酸味が少ないという良い品種になっています。なるほど、美味しい梨ってことですね。はい、どうしてこの恵水を作ろうと思ったんですか。はい、茨城県はですね、全国第2位の梨の産地なんですけども、はい、その作られている品種は幸水豊水というのが 90% 以上占めています。で、これらのうち豊水というのは、はい、中手の品種なんですけども、味はとても美味しいんですが、市場単価が安くなったりとかブランド力が低下している問題があって、で、大きくて美味しい中手の梨を作ろうという目標で作られた品種です。茨城県って梨の産地全国第2位なんですね。はい、そうなんです。茨城県は江戸時代から梨栽培の歴史がある日本で最古の梨産地の一つなんです。はい、江戸時代から作ってるんですか。はい、温暖な気候と豊かな水と恵まれた土壌に育まれたとても良い産地になっています。なるほど。恵水は歴史ある産地のオリジナル品種として産地活性化という面でも期待されている品種です。新品種を作るのって難しいんですか。はい、恵水が品種登録されたのは2011年なんですけども、うん、親の新雪と筑水を交配したのは1994年なんです。このように果実がなるまでにとても長い時間がかかりますので、うん、品種を作るのはとても時間がかかってしまうということになります。なるほど、17年もかかってるっていうことですよね。はい、そうなんです。で、このように長い時間がかかるものですから、はい、この恵水のようにですね、とても良い品種ができた場合の研究員の喜びというのはとても大きいものがあります。そうですよね。その研究開発の中で農家さんにもご協力をいただいたりしてるんですか。はい、やはり作りやすさですとか病気に強いですとか、そういった栽培にとって重要な形質がありますので、やはり農家さんの畑で試験栽培をしてもらって、それから品種登録をしています。今日は本当に恵水についてとっても勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次は生産者の方にお話を聞くためにここ八千代町の梨農園にやってきました。ビニールハウスで作ってるんですかね。ん？早速ね、お話伺ってみたいと思います。行きます。八千代町は茨城県の南西部に位置し、アクトと呼ばれる鬼怒川の肥沃な土と温暖な気候に恵まれた梨の一大産地です。そんな地で代々梨栽培に携わってきた梨一筋30年のベテラン
草間さんに恵水についてお話を伺います。恵水を作ろうと思ったのはどうしてですか？八千代町の梨をもっと有名にしていきたいと思いましたので始めました。恵水が八千代の梨として有名になったら茨城県の、ね、農林水産全体が盛り上がる感じしますもんね。恵水の評判はいかがですか？恵水は非常にこう大玉で糖度が高く市場の評価もかなりいいと思います。草間さんのところでは梨いろんな種類作ってらっしゃるんですか？はい、最初はハウス香水から始まりまして、路地の香水、豊かな水の香水、最初今話した恵水と、はい、秋月と新高、まだあるんですか？そう、そこまで。恵水は9月の中旬ごと大体収穫になりますから、はいはい、それを大体2度ぐらいな、貯蔵庫入れて、はい、まあ、もらえば4ヶ月ぐらい大丈夫ですから。味は変わらず美味しい？味は変わらず美味しい。そうなんですか。お正月にも梨が楽しめるっていいですね。梨のハウス栽培って珍しいと思うんですけど、ハウス栽培のメリットって何ですか？7月の初めから9月まで、皆様に楽しんでもらえると、そういう梨を作ることができるからです。早くね、出荷ができるっていうことが一番いいところ。品質を保つためにしていることっていうのはあるんですか？土作りを、するために、はい、いい堆肥を導入して、入れております。今食べられる梨は何ですか？今食べられる梨はハウス香水。ハウス香水、そうです。これが一番最初に取れる梨なんですね。そうです、そうです。なるほど。いや、食べたくなっちゃいましたね。いいですか？これが何ですか？やったはい、では早速香水の収穫をお手伝いしたいと思います。新穂の部分を切ってもらって、はい、でこうここに触るぐらい、そろっと触るぐらいにして切ってもらえれば、でそれで中の状態が悪い場合には音がこう変わるんです。低い音になりますので、一個一個これ収穫したら必ず耳に当てて、これを叩くと、もうちゃんとチェックする。一個ずつ。一個ずつ。あ、大変ですね。じゃあ早速取らせてもらいたいんですけど、どれが一番美味しいですか？一番これが。あ、これが美味しい？いいと思いますよ。はい、どうぞ。じゃあ早速この芯を長めに切って、触るぐらいにして、下に触るぐらいにして切ってもらえた。高い音すれば大丈夫。コンコンコンってしました。そういう音すれば異常ない。異常なし、はいはい、美味しい梨が取れました。先ほど私が取った香水です。こちらがね、もう香りがすごい、こう香り高いっていうんですかね、もう芳醇な香りがします。では早速いただきたいと思います。うーん、甘い。甘みがまずギュッと口の中に広がるんですけど、その後で香りがふわっと。いや、これ本当に美味しいですね。もう何個でもパクパクいけちゃいます。口の中が梨のこの汁でいっぱいになっちゃう。本当にこれは贅沢ですよ。コンコンオフ。今日は本当に美味しい香水の、ね、試食までさせていただいてありがとうございました。美味しかったです。本当に恵水は9月になってからまた美味しくなりますので、はい、その時は恵水も食べてください。そうですね、恵水も絶対食べたいです。はい、今日も、ね、食べてみたくなっちゃいました。本当に2019年に行われた梨のスイーツが味わえる茨城の秋梨おもてなしフェアが今年も開催されます。茨城県内の菓子店や飲食店、宿泊施設などで茨城県産の梨を使ったオリジナルメニューが堪能できるフェアです。詳しく決まり次第ウェブサイトや SNS 等で情報を発信していきますので、ぜひ皆さんも参加してみてください。茨城県内では恵水はお手頃な値段で手に入りそうなので、ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。ということで次回のチャレンジ茨城、お楽しみに。